バレンティン・ボドニク1819年1月8日、リブラナは、改革派、フランシスコ会、小崎兄弟会スロベニア人修道士、詩人、翻訳者、啓蒙者、言語学者、教師、ジャーナリストで、雑誌編集者。バレンティン・ボドニクは、家内工業を営む農家の家に10人兄弟の、長男として生まれた。父は、ヨジェフ・ボドニク、母は、イエレ・パンセである。 彼が子供時代を過ごした家は現在文化民族記念碑となっている。両親の希望で10歳から読み書きと計算を学び始める。1768年にリブラナギムナジウム入学準備のためにノボメストにあるフランシスコ修道院にいたおじマルツェルの下に送られる。ギムナジウムを卒業後、フランシスコ会に入信した。 1776年から1778年まで、ノボメストのフランシスコ会の学校で哲学を学び、1778年から、リブリナのフランシスコ会修道院に滞在して、進学を収めた。1780年に、リブリナを離れた後の2年間の足取りは不明であるが、1782年には、レカ・カハン、トルサトにある、フランシスコ会修道院で暮らしている。 同年、説教者となった。1783年も足取りが分かっていないが、ルブラナでキリスト教の説教をしていたらしい。修道院に残る記録では、ボドニクは、その間、さらなる学問を収め、イタリア語とフランス語を学んだ。1784年には、男子修道院を離れ、聖職に就いた。聖職者として、ソラカハン、メドベデ、ブレド、リブニツ 1792年からは、ボヒニ自治体のコプリブニクで、キリスト教を説教した。コプリブニクでは、スロベニアの啓蒙家であるジグムンとゾイスと出会い、王子の知識人の集まりであるゾイスサークルに招かれた。後にボドニクのリブリナへの引っ越しを援助している。1798年には、リブリナにあるギムナジウムの教師となった。聖職者としての仕事をすべて辞めてしまったわけではなく、 ミサを行ったり、洗礼を授けたりしていた。ボドニクの人生は、ナポレオン政府のイリリア州設立によって変わることになった。新たに、フランス領土となったイリリア州で、教育改革が行われ、スロベニア語での授業が可能になった。ボドニクは、ギムナジウムの校長及び小学校と、実業学校の監督官となった。ナポレオン戦争後、オーストリアにイリリア州が返還された後、 フランス政府を支持したために立場が悪くなった。1815年にはすべての職務から解雇され、早い年金生活に入った。1819年に脳内出血でリブリャナで死亡した。墓は聖クリシュトフ墓地にある。啓発の時代にスロベニア語で一般人のためにいろいろな詩を書いた。これは特別なものでした。あの時代で学者の皆、 学者のためにだけ本を書いた。あの時、学者の言葉はドイツ語だったから、一般人のために書くことによってスロベニア語の存在を守った。その後で、ペスムザポクージノという、スロベニアで初めての詩集を書いた。ペスムザポクージノ、1806、試みのための歌は長い間、スロベニア発の独自の芸術史の視線集であり、ボドニクは、 スロベニア発の詩人と考えられてきた。しかしフェリックス・アントンデフはすでに、スロベニア発の詩集年間、ピーズニス・オート・レプ・ウメト・ナストの2巻に、事故の死を収めている。またパベルク・ノブルは、4組の新国慶詩という題名の、独自の民族国慶詩の詩集を、クラニで1801年に出版している。ありがとうございます。